トースターは、なんでトースター選んだんですか？いろんな種類のがあったけど。パン焼いて食べるかなぁ、思って。仮設住宅に入居されている方への家電製品の支援のご案内と申し込み書をですね、ポスティングをしているところでした。多くの被災地で起きている課題として、仮設の建物自体は建設がされるんですが、その中での生活に必要な物品というのがなくて、でそれを被災された住民の方が一からこう準備をしていくというのにすごくこう費用も手間もかかるというところで、そこをですね、負担を軽減していこうという、支援になります。助かります。やっぱり買い物も増えますし、やっぱりね、家電で買いに行く時間があればね、どんだけでも行けますけど、行けない人はね、配送してもらえるのがあれば助かると思います。電子レンジと、でポットやろ。で扇風機。で、ホットプレートと、これ。ドライヤー。でこれは使って夏重宝しました。嬉しい。今回のこの家電支援に関しては、助成金をいただいて、その中で活動しています。で、ジャパンプラットフォームさんからその活動の資金を助成いただいているような状況になっています。活動するため の、 その財源がないと支援が続けていけないということがあるので、そういったその活動にたくさんの方がこう意義を感じていただいて、お金の面というところも含めてご支援していただける人が一人でも増えていただけるといいかなというふうに思っています。